いらっしゃい、ようこそ。君があの名高き旅人か。それに、うわぁ、何、島の貧客のことくらい。お前は、私こそ名高きぽや、名高き、かまわんかま、念入りな劇は五幕、いいところに来て。さて、ぼや劇団が、人の悪龍が来たのはそんな時だった。黄金の夢、一体どんな味がするんじゃ。老者を除けば王国に彼の名を知らぬ者はいない。すましてよく聞けよ。友よ、俺、及び腰との批判もあれば思慮深いとの称賛もある。さ、策略で勝てるなら正攻法など無駄。両刑は一朝一夕にはなせない。彼は過去の戦利品を並べながらその伝説を詳しく語る。見ろ、旅人にパイモン閣下、いかがでしたか。ぜひご感想。ふむ、まだ4幕あるらしいぜ。島で舞台を見かけたら見に行く。